って形はいろいろあると思うんだけど、力抜いてやってやることができるし、最後まで口の口の形作ってもね、やるこれはどうでもいいと思う。だから普通に持ってたけど、柔らかくこういうふうに吸収して、こういうふうに相手の吸収して吸収もらってくるのが困る。きちんと気にしといて、
それはここのテンションが指導してるから、この手をあれしたらテンションが緩まなかったんじゃなくて、ここ緩んじゃうのしょうがないから、こうやってほら緩まないようにすると同じテンション、そしてこうやった、この時にこっち正中線こっちはこうやったり、こっち行ったり、室内内で真ん中のところにこう真ん中のここを狙ってるのね、こうやってこういう感じで、後ろちょっとこうやって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 こうやこれで塗りやりすぎたらこうなっちゃう、やりすぎないぐらいでこうにこらそうするとここにちょうど感じそう、テンションをこういうふうにここでできたら、そしたらこのまんまここにまとめる、ベルリンだけどこの隙間どんな程度かって昔言われたんですけど、手を上げるの考えてるのこの隙間をこう入ってるつもり、リアルとかいろいろ言われてるそして入ってきました。ここから入れちゃうと、ここから入れちゃうと、ここから入れちゃうとバレちゃって分かんなくなっちゃうから、ここまではなし。ここでテンションした。そしてあとは同じテンションでずっと同じテンション。同じ。ありました。で、そのままでこう来て、テンションですね、ちょっとテンション抜けました、こうこうどうテンション同じテンションテンションかかってたんだけど、ああ、さっと動くから、あと姿勢かかみにかかっちゃって、テンション分かんなくなっちゃうから、なるべくまっすぐにしてこのテンションだ、そしてテンションだけ傾けて、ね、やりすぎない、ちょうどいいよ、さらっと緩んだらテンションを取るためにちょっと上げてくると、ここでテンションでこう取りにつけて、ね、でこうやって
で書けない。で回ってきた時に書ける。そしてそのままそのままこうやって切れちゃう。でも切れないようにこう回ってくるから切れないように、その場合こうやって切れないように、切れないようにこっちこれ手じゃないですよ。こう切って、こうやったら切れない。うまくないから。こう、手じゃ同じ形で